コインボックスと3枚のチップがあります。10、50、100ドルです。これをひっくり返してしっかり混ぜて、好きなチップを1枚このコインボックスの中に入れて蓋をしてください。その間、私は、後ろを向いてます。はい、それではしっかり混ぜて、1つ入れてください。できたら机の上にチップが2枚残っていると思います。その2枚のチップを手で、隠してください。では反対です。このチップ2枚のうち1枚高価な方を右手で、安い方を左手で持ってください。はい、そうすると、右手は高価な方、こちらで、50ドル、こちらが10です。こちら50、開いてみてください。50、こちらが10です。